どうも皆さんこんにちは、テイシャーです。ヘビー貿易実況プレイやっていきたいと思います。現在進行数8の、ランダム幅0で、知識ブーストのアイテムを探しているという状況ですね。まあ本当はなんかブースト装備を変えるなんか本屋さん的な場所を探していたんですが、まあちょっと今現在水がね全然ないんで、まあここもありかなといったところですね。ピッケルに変えて、鶏もも肉は欲しいですね。でさっきちょっとミルクを飲むのにですね、レベルを5以下にするためにちょっと腕力に振りました。そしてゴロツキはそうですね、まあ、なんか取引したいところではあるんですが、特に欲しいものがないかな。まあバールでもいいけど、バールいっときますか。ここでペットボトルで水を汲む。レベル7以上あと1欲しいな。あと1は惜しいですね。1300どうにかならないか。どうにかなりそうにないな。百科事典しおり、いやーちょっと今の時点ではどうにもならないですね。残念ですがここで我慢しましょう。それからまあ、ペットボトル拾っときますか。まあ、ペットボトルは、プラスチックに、終盤変換できたりするんで、これ本当は生産スキルを上げて、プラスチックに変換したいところなんですけど、まあ、しょうがないですね。次はセーブです。はい、おー、また水源がありますね。ここのステージは、いや。瞑想99も地味にありなんですよね。瞑想99でもありだな。これ要するに、MP 全回復。MP 全回復は終盤になんか割と使えたりするんで、ここは MP99 を取っときますか。まあ、序盤だからちょっとこの判断が、ケチと出るか強と出るか、ちょっと微妙なところではあるんですけど、これ、生産1だけ上げとこうかな。いや、でも、筋力を50にするまではシビアに行きますか。薬草はもう売っちゃいました。自動スキル。あー、なるほど。まあ、正直、これにはあまり、まあ、あった方がいいんちゃいいんですけど、あんまり興味ないんですよね。はい、じゃあ行きますか。まあもちろんこれは取引で。まあ武器もらっときますか。はい。ここも取引です。スキルトランスはもう、欲しい。めちゃくちゃスキルトランスがね、重要なんで。ここは何かな？スコップ、あ、しまった。スコップがないのか。MP を、消費しますか。ミルクを使います。腕力上げて、レベル5にして、レベル5にするとミルクが、経験値が入るんですね。でも土器の方が欲しいな。1個、ぶどうジュース、メロンソーダ飲みますか。で、一応お金も回収。まあ、そこそこですね。そして、たらどうしようかね。これはまあ、なんかもらっときますか。復習でも。自己再生。ちょっとわかんないんですけど。それより、今のこのしおりで、百科事典で10プラス、しおりで、今12ポイントあるんで、3、4、12、5、これ、参考書がプラス知識5なんで、それが4冊で20ポイント。20ポイントか。
参考書に変えとくのはありですね。変えて、どっかなんか知識が必要な場面で、20分リターンできるな。リターンできますね。20分リターンしたとして、これが30、41か。41っていうのは、まあ別に41でダンジョンに突っ込むのもありっちゃありなんですけどね。ただそれだけじゃなくて、百科事典で知識がブーストできるんで、まあどっちにしろ今から、もう行っていいかな。ダンジョンに。もう突っ込んでいいような気もしますね。今はランダム幅がゼロなんで、ここセーブ、リセットができるんで、そうだな。まあ、でも正直これはいらないかな。いらないっていうか、他になんかダンジョンで取引に使いたい。あ、でも松明は欲しいな。松明は買ってもいいかもしれない。で、行きますか。行ってもいいですね。行きましょう、ダンジョンに。ここか。ここは確か、なんだっけ、ミスリル鉱石。ちょっとわからない。ダイナマイトはミスリル鉱石は、一応ダイナマイトで撤去するかどうかだな。ダイナマイトで撤去して手に入るのが最後のバール。まだ最後のバールはね、必要なんですよね。ただ、持ってる。ん?なんだこれ、本当にわからないな。スライム。イビルアイ。イビルアイ。確かこいつは、あ、つか世界中の歯が使えるか。あ、でも。確かこいつ、僕の予想が正しければ、確かこれ下向いてるんですよね。だから、上、右、下向いてたはず。よし。ヒットポイントマイナス1で。バールで開けて、で、ここが確か、はい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 、なるほど。120で、なるほどなるほど。ってことは1100にしないといけないんですね。1100にしないといけない。ただ利息も払えない。これが、234567800か。微妙だな。鉄格子。なるほど。鉄格子があるんですね。ということは、これバールを取るしかないですね。これ撤去して、いやー、危ない危ない。ダイナマイトがあって。よかったよかった。バールで、炎。なるほど。こいつに、金塊を売れるんですけど、金塊を持ってない。いや、しかし、金塊がここにあるから、これを3個運べれば、25はいけるな。もうここで筋力をマックスまで振っちゃうっていうのはありですね。いや、でも、多分いけるか。600だから、これで1200になった。あ、違うか、600だから、違うな。うわー。これはちょっと、いやでも、どっちにしろ今、多分、この黒騎士に、黒騎士に金塊を1000円で売れば2220でゾロ目になるんですよ。だからあれ、トランクが開くんですよね。ということは、これはもう、やるしかないか。やるしかない。しおりを参考書に変えます。参考書に変えて、25になればいいんだよね。いや、待てよ。25になればいいんだけど、難しいな。これね、
確か鶏胸肉があったから、別にこれ鶏胸肉使えば普通にこれいける。よしよし、ここは宝箱は後でいいから、これで、取引で金塊を売ります。でこれで2220になったから、これで開くはず。 OK、 ナイス。あとはなんかこの暗いところにあるのが、なんかお金拾って、おお、めっちゃ金あんじゃん。いいね。まあ、砂金は今はいいかな。で今はもう25以上になったんで、普通の宝箱なら開けられると。よしよしよし。さあ、どうすっかね。まあ、まだ今知識に振らなくていいかな。できればその知識が必要な、なんかギミックのあるステージで、ついでに知識を上げつつリターンしたいんですよね。で今、ランダム幅が1なんで、そうですね。まあ次はセーブで、まあいいのが来るのを祈りましょう。なんじゃこりゃ。あー、これはだるいな。そう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 。これね、どうなんだ、これ確か100上がるんだよね。1,2,3,4,500円上がるわけだから、あ、ちょうど6600になるんじゃないかこれ。1,2,3,4,5でしょ。ちょうど1個開けられるんじゃないかな。っていうか、すげえ外れステージですよこれ。ムカムカ棒って、これ100だよね。2だから3、4、5、6。こういうなんか操作がシビアなステージは十字キーで操作して、で1個は開くはず、これで。いやー、あと300。これどうしようかな。買ってくって言われてもこれ3000円なんで、実質あの3000円以上、要するに解毒剤、なら、まあ、プラマイゼロで。はい。まあ、これならいいんですけど、あと300円をどうするか。一応、利息持ってるんですけど、これが2000円単位の、2000円単位でしか変わらないんで、いや、困りましたね。つまり7,3500で売却となると、これはプラスだから9,970円になるから、これはあり。これでもう一個だけ開くか。よし、まあここまでか。正直外れステージですねここは。おー、そんなのもあるのか。2610だから、ちょっと2610、14,000、15,580か、合ってる ?85 繰り上がって5855、これはありだな。あ、つうか、防具がねえわ。売る防具がない。売却340は、これなんかさ、ヘビ病院とかいうところでも結構なんかこういう算数系のやつ、確かそうだったんですよね。あ、ムカデ病院か。これは1の繰り上がって0の3の、あれ、これいけるんじゃないか？1の繰り上がって、ゼロ。あ、これいけるな。これは売ってしまいましょうか。よし、これゾロ目になった。OK。まあ、こんだけ開けられるんなら、そこそこいいんじゃないですか？まあ、一番いいのは、あの、なんか、セーブなしプレイでね、スキルをもらってっていうやつなんですけど、まあ、利息1個ぐらいなら返してもいいかもな。別に返さなくてもどっちでもいいんですけど、まあ、次行きますか。
まあ、一旦ここでちょっと切っておきます。